んにちは、ゆうすけです。前回のスモッキーオーバードライブとオンボードの動画の方はご覧いただきましたでしょうか。今回は番外編としてスモッキーオーバードライブとオンボードをどちらもオンにしてみて、どのようなサウンドになるかチェックしていきたいと思います。クリーンに今接続してます。エフェクター、オンボードの順番にオンにしていきたいと思います。2つともオーバードライブをオンにしてるんで、コンプレッション感はどうしても強いんですけど、どちらもすごくフラットに歪んでくれるエフェクターなので、なんていうんですかね、こう音の層がこう綺麗に重なっていくような印象がすごくありました。この状態でちょっと弾いていきたいと思います。リフだったり、このハイフレット側で弾くフレーズっていうんですかね、スモッキーオーバードライブが綺麗に歪んでくれてるんで、音全然潰れないですし、この連結することによってサスティーンが得られているので、すごく弾きやすいです。ボリュームへの反応の仕方なんかも聞いてみたいなと思います。今ボリューム2から3メモリぐらいの間ですね。直列でオーバードライブを弾いてるのに、これぐらいまでクリーン落ちますね。これでちょっと例えばハーフトーンとかで、これぐらい手元で遊ぶことができちゃいますね。めちゃめちゃ反応いいと思います。さて、今どちらもフラットな設定なので、今度はオンボード側のゲインとトーンを上げてちょっと試してみたいと思います。ゲインとトーンを目いっぱい上げてみました。
トレブルブースターをつなげているような感じに似てるなと思います。みたいな、こんな感じだと思いますね。内側で結構目いっぱい上げてるんで、広域が特徴的には目立った音色になってるんですけど、でもなんかこう弾いてると意外と耳に痛くないというか、これはこれでさっきのリフとかなんかフレージングとかアンサンブルで逆になんか生きるんじゃないかなっていう印象がありました。では今度は今オンボードのゲインとトーンを目いっぱい上げてたので、今度はフラットに戻してこっちのゲインとトーンをグッと上げてみたいと思います。直列でつないでると、まあ、基本的にはこの後ろのエフェクターの津波の位置がすごく影響大きいので、トーンとゲインを上げた分ちょっと音量とハイの方が結構グッと上がりましたね。ガッツが出るんで、演奏のスタイルとかどっちでこう上げるかによって結構表情変わるんで、ここは好みで選んでもらっても全然いいんじゃないかなと思います。では次にエフェクターをフラットの状態に戻して、オンボードのゲインとトーンをゼロにしてみたいと思います。歪んでくれないちょっとブティック系のアンプになったのかなっていう印象です。歪みの粒立ちがこうゴロッと大きくて腰のある感じっていうんですかね。決して使えない音色というわけではなさそうですね。なんかこうやっぱりハーフトーンとかで、まあシングルコイル側で弾いてあげたりすると、尖りの取れた音っていうのがすごく印象だなと思います。最後にオンボードをフラットの位置に戻して、エフェクターのドライブとトーンをゼロにしてみたいと思います。
ボード側が下がってる状態の音にやっぱ似てるんですけど、こっちの方が少し腰が太いような感じっていうんですかね、ミッドからシトあたりの音とか少しこう厚いようなイメージがあります。アンプの歪まない歪むぐらいのこのなんか中間のところっていうのか、なんかそんな雰囲気がすごく似てるなと思いました。はい、いかがでしたでしょうか。スモッキーオーバードライブがとても素直に歪んでくれるエフェクターなので、2つを掛け合わせてもとても使いやすい音色に収まってくれたんじゃないかなと思います。エフェクターは基本的にこういう風につなげましょうっていう例はあったりするんですけど、こうしなきゃいけない正解はないので、今回はオーバードライブ同士でつなげてみたんですけど、ディストーション同士をつなげてもいいと思いますし、順番を変えたりすることによって音色にも変化があったりするので、ぜひ皆さんもいろいろ試してみてください。この動画が参考になりましたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは